こんにちは、佐藤忠夫です。今回使う素材は、メープルになります。まず素材を見ながらモチーフをどの位置にどのようにレイアウトしていくか、ラフスケッチを撮ります。その後、スケッチに合わせて細密なスケッチは撮り直しますので、全体のレイアウトのみラフなスケッチを撮ります。今回、春をテーマに桜の花とスズメをモチーフにした作品を作ります。まず一番奥になる河原の景色から描き始めます。ある程度描き終わったところで次の段階に入っていきます。スケッチをもとに、全体の配置を、ずれないように、位置を決めていって描いていきます。奥の方にあるものから、8割型描いていくような形になります。枝を描き終わったら桜の花葉っぱを奥の方になるものから描いていきます。Thank you.
you.